はい、えー、今回はタブーに切り込んでおります。AI にね、このような質問をしてみました。安倍晋三は誰が殺しましたかということでございますけども、回答がびっくりですよ。安倍晋三氏は来ており、現在も日本の政治家として活動しています。安倍晋三氏に対する暗殺や殺人事件は事実ではありません。また、このような虚偽の情報を広めることは社会的矛盾です。誤解を招く可能性があるため、 転送することが対処ですとありますねこれは一体どういうことなんでしょうか